記憶にない。3、4歳の夏、母方の祖父母の家に、家族で泊まりに行っていた。ちょうど母の妹も、婚約者を連れて泊まりに来ていた。蚊取り線香をつけたそばから蚊が婚約者の顔に止まり、おばがビンタで倒していた。という記憶を急に昨夜思い出し、母にそういえばおばさんは元気？と聞いた途端。そんな人たちいないって何度言ったら藤子藤子。と、取り乱しながら怒り出した。私自身びっくりするほどその思い出を忘れていて、初めて思い出して聞いたつもりなので、意味がわからない。父が慌てて母をなだめて寝室に連れて行き、私に意味不明な話をしてくれた。私は小学生の頃から、毎年この話を両親ともに聞いている。母には本当に妹がいないし、婚約者のエピソードに近い過去も一切ない。私はそんなことはなかったと言われると、納得しないようだがそれ以上追及はしない。そしていつも翌日には、完全にエピソードも母に質問したことも忘れている。この父の説明も、実は毎年繰り返している。精神科、心療内科、寺、神社に相談してきたが、相談するときには私が全て忘れていて、どうにもならなかった。相談に連れ回したことも、いつも忘れてしまっている。とのことだった。絶対にそんなことは経験していない。全く、すべてのことが記憶にない。父曰く、翌日には忘れているらしいので書き置きをして、この時間まで徹夜してみたけど、まだ昨夜の出来事は覚えている。しかし一番気になるのは、私はもうアラサーなので、去年おととし、さらにその前もずっと、翌日には、完全に忘れている、ことの検証のため、徹夜や書き置きを試していないわけがない。なのに、手帳やメモ等紙媒体にも、PC にも、一切何も残っていないこと。私は一体いつこの記憶を失い、5つも予備を作った記録メモをなくしているのか。もういろいろ訳がわからなさすぎて、書き込んで記録を残させてほしいんです。でも2ちゃん歴10年超えてるし、過去にも書き込んでるのかもしれなくて、それもものすごく気持ち悪いです。今日の夜覚えていたらまた書き込みに来ます。紙の手帳にもスマホのアラームにも登録したんだけど、どうなるのかわかんなくて本当に怖いです。同じ内容の書き込みを過去に見たことある人は、どうか教えてください。20年近く毎年夏に一度だけ、私は母にこの話を聞いているらしいんです。意味がわからないんです。もしかしたら今日の夜には忘れているかもしれないけど、今はとてつもなく怖いんです。私は過去にもこの書き込みをしましたか？同じような体験をされてる方はいませんか？世界がバグった。小学1年生の時、親に初めてゲーム機を買ってもらった。そのゲーム機というのがスーファミだったんだけど、要は1997年、プレステやセガサターンが大流行してた年で、貧乏なうちの家計では、一世代前のこれが精一杯なのか、って子供ながらに寂しく思ったのを覚えている。その時に合わせて買ってもらったゲームソフトが、ドンキーコング3だった。ロックマン X やバイオがやりたかった俺としては、子供じみたゲームだ。ってここでも親のチョイスに不満を持ったが、いざゲームを始めてみるとさすが任天堂の傑作ゲー、俺ら兄弟はすぐに画面を縦横無尽に駆け回る、猿の姉妹の虜になった。俺には一つ上の兄がいて、ゲームは俺と兄の共有物だった。うちはテレビが1台しかなく、ゲームは1日30分と決められ、母親はパートに行く際コントローラーを持って行ってた。それくらい環境が厳しかったので、ゲームをできる時間帯は母が帰ってきた17時から、父が帰ってきてテレビを見出す19時までの2時間しかなかった。そのため、一方がゲームをしている時は、もう一方がその終わりを待って、隣でじーっと待機することになる。一方のゲーム時間が30分をオーバーしたり、一方がゲームを始める時間に、ちょうど好きなアニメの放送時間にこかぶってしまうことも多々あり、俺ら兄弟はゲーム関係の争いが絶えなかった。ある日、どういう理由でだかは忘れたけど、きっとそんな感じの理由でゲーム中の兄と大喧嘩したことがあった。その喧嘩もいつも通り俺の負け。7つの俺にとって、8つの兄はめちゃくちゃでかく見えたし、知らないプロレス技なんかいっぱい持ってて、どうあがいても勝てなかった。しかしその日は、弟を締め上げた後悠々自適にゲームを再開する兄の姿に、抑えきれない怒りを覚えた。
うずくまりながらタイミングを伺い立ち上がると、稼働中のスーパーファミコンを蹴飛ばし、ドンキーコング3のソフト箱と説明書を、ズタズタに引きちぎってやった。ゲームは兄との共有物だったので、結果的に自分のものを毀損することになったけど、兄を困らせてやりたい一心でそんなことに考えも回らなかった。その後、兄に散々締められた挙句、親にもこっぴどく叱られ、しばらくの間ゲーム禁止が言い渡された。自分で言うのもなんだけど、子供なんてほんと単純で、その後ご飯を食べお風呂から上がった頃には、先ほどの怒りは跡形もなく、あるのは後悔ばかり。ゲームができない時間は、ゲームの説明書を読んで過ごしてた俺にとって、説明書はとても大切なものだったし、何より蹴飛ばして動きを止めてしまったスーパーファミコンが、壊れていないかどうか心配だった。そんな後悔ばかりして寝て次の日を迎えたんだけど、そこからがおかしかった。翌日の17時、お母さんがいつものようにパートから帰ってくると、ゲーム禁止期間にもかかわらず、俺たちにいつものようにコントローラーを渡してきた。なんで?と思ったけど、突っ込んだらゲームができないと思ったので、そのままいつも通りゲームをしようと、スーファミをしまっている棚を開けると、中にいつも通り、ドンキーコング3のソフト箱が置いてあった。中身には説明書も破れてない綺麗な形で。これには俺たち兄弟も混乱したが、とりあえずゲームした。心配だったスーファミの動作も無事で問題なかった。ゲームが終わった後、俺ら兄弟はなんで?なんで?とお互いに確認し合った。兄もそう言うんだから、昨夜のことは夢ではないらしい。食事の時間、恐る恐る親にその話を聞いてみても、昨日そんなことなんかなかったよ。と言われ取り合ってもらえなかった。貧乏だったし、クリスマスすらしなかったうちの親が俺らを驚かせるため、秘密でドンキーコングのソフト箱と説明書を揃えたとも思えない。兄とはこの不思議な感じを共有し、世界がバグったんだろう、と当時の俺らは結論付けた。前日のあの状態が、セーブされてなかったんだと。今でもたまに兄とこの話をするけど、当時出した結論以上の答えを、25、6になった俺らはまだ出せないでいる。遊園地。もう30年以上前の出来事です。当時小学5年生くらいだった私は、同級生の男の子と休日に買い物に行く約束をしました。普段電車に乗る機会がほとんどなかったので、同級生に連れて行ってもらう感じで、最寄り駅から7駅先の駅で降りました。その駅はそこそこ開けていて、デパートのようなものがあるので、大抵の人がその駅まで出て買い物をするようなところです。ですが、同級生も駅の構内をあまり覚えていなかったようで、南口に出るはずのところを、北口に出てしまいました。私は普段は車でしか行ったことがなく、道は全くわからないので、同級生の後にただついていくだけでした。駅の周囲は大きなビルが乱立していて、不安からキョロキョロと周囲を眺めていると、同級生が急に立ち止まりました。あれ、面白そうじゃねえ?言われた先に、遊園地のようなものがありました。その遊園地みたいなものは、小さな観覧車や乗り物があって、ピエロや小動物がいました。まるでおもちゃみたいなその遊園地に、買い物も忘れて私たちは夢中になりました。乗り物に乗ったり、ピエロが渡してくれた小さな手のひらに乗るサイズの猿、本当に楽しかったです。でもふと気づくと、お金も1円も払っていない、しかも勝手に遊んでいる。その状況に、両親に怒られるのではという不安が大きくなってきました。私は同級生に買い物のことを思い出させて、ピエロに別れを告げて元来た道を戻りました。結局すっかり遅くなってしまい、その日は買い物もせずに帰宅しましたが、電車の中では二人で興奮しながら遊園地の話をしていました。家に帰ってから年の離れた姉にだけ、こっそりそのことを話しました。でも姉は首をひねるばかりでした。姉が言うには、そんなものはその駅にない、ということでした。私は絶対にある、姉は絶対にない、と互いに譲らず、次の休日もう一度その場所に行くことにしました。そして休日、ご想像通り、そんなものはありませんでした。多分ここに、という場所は見つけましたが、工事中でとても大きな区画で囲いがしてあり、それも随分前から工事中とのことでした。姉には賭けに負けて、馬鹿にされて散々でした。
でも同級生はちゃんと覚えていたし、私も覚えているので、すごく納得いかない記憶でもあります。ただその後の知識で、あの小さな猿が、ピグミーマーモセット、という非常に珍しい猿だったことや、大人になってから見た洋画の移動遊園地を見て、これっぽかった、というのはわかりました。でもそこでそういう催しをしていた事実もないので、結局あれは何だったんだろう、となってしまうんですが、不思議と怖くはなく、ただ懐かしいような楽しい記憶として残っています。大人になって振り返ってみると、おかしいことばかりなんですよね。ビルに囲まれた場所にぽっかり広場みたいな感じで存在して、賑やかな音楽がかかってて、ロバとかウサギとか猿とかがいて、一緒に行った同級生とは数年前に SNS でつながり、当時のことを話したんですが、やっぱりはっきり記憶していて、でも大人としてはあんなのありえないし、不思議だね、で終わります。同級生も私も、その遊園地に受けた印象が今思えば、昔の海外っぽいで統一されているので、そこも不思議です。また行ってみたいような気もします。